皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やられます週刊アニメランキングやっていきたいと思います。という論がですね、今期2023年夏アニメ11から12夜のおすすめランキングトップ20というこうね、いつもの最初から最後まで多分ありでやっていきますので、ご注意いただけたらと思います。というのまずは皆さん、動画のアップお疲れまして申し訳ございませんでしたと言って、今期はね、なんだかんだね、月曜日に上げれたかなと思う。今この火曜の深夜に上がってれば僕はなんとか頑張ったということなんですけどね、もしかしたら力つけて水曜に上がってるかもしれないです。すいません。で、今回最終回ではありませんというところで、週刊アニメランキング次回がラストというところでね、今期はね、かなり13話構成の作品も多く、まあずれ込んだ部分もあって、ね、なんか1年、ここ最近なんですよね。なんか元々は大体、クールとクールの間って一週くらい空いてたんだけど、多分、まあ延期とかね、まあ今期ね13話とかあって、もう、つなぎ目が全然ないみたいなね、もうそのまますぐ切り替わるっていう、ね、特に慌ただしいね、この、まあ時期の最後の変わり目ってところではあるんですけれども、まだ20タイトル、21タイトルかな、ありましたんで、まあ、次回に関しては、週刊アニメランキングトップ10ぐらいとランク圏外みたいな感じで、まあ、上げさせていただこうかなというふうに今のところ考えてますが、ちょっとまだラインナップ見てもね、まあ、全部面白かったら全部紹介するかもしれないし、それはちょっと見てからっていう感じの、まあ、具体的に決めようかなっていうところでね。今回はまあひとまず、ラスト手前というところなんですけど、まあ最終回ラッシュというところでね、トップ20紹介させていただきまして、21時以降はね、また、メンバー限定の方で、動画上げさせていただきますんで、今回はね、かなりこう、思い切って正直順位つけまして、ちょっとこれあかんなっていう、まあ、人気タイトルとか、若干ちょっと上目にしてたやつもバッサリちょっと落としたりするんで、まあ、あとね、今回最終回ラッシュでね、やっぱすげえ神回多かったと思います。もう僕もね、超楽しんでまして、もう叫びまくってましたね、泣きまくって。まあ、だから1話あたりのなんか、1作品あたりのなんか、視聴時間ってなんかめっちゃ、なんていうの、その余韻とかも含めて特に長かったのね、今週はすごいなんかそれだけハマってたというか入り込んでた。どこかなと思うんですけれども、まあ、ただね、僕結構最終回ね、なんか好みっていうか、自分の中で、これは良かった。いや、これはあかんかったね。割と分かれてるんですよ、実は。で、皆さんがね、思う、分かれ方と違う部分も多分あると思うんですよ。ああ、これはそうかという部分もあると思いますけどね。というところで、最終回基本的には評価上がりやすいんですけれども、思いっきり下げてる、まあ最終回前とかでも思いっきり順位下げてる作品トップ20圏外あるやつもありますし、順位もちろん上がってるやつもね、まああるっていうところで。はい、もう1位はね、もうこれだっていうのありましたけど、でももうめちゃくちゃ良かったですね。もうトップ10がもう上位マジで良かったです。もう最高でしたね。はい、っていうところで、まあね、素晴らしいラインナップになってるかなと思います。まあ21日以降もかなりこう、なんか、えぐい、多分21時以降はかなり厳しいことを言いますね。まあ、その点に関してはね、メンバー登録されている方はお楽しみにしない方は、ぜひね、この機に加入いただけたらというところで、やっていきたいなと思います。今回ランキング対象ね、全部で33作品というところで、ぐらいにさっき見てね、書いてありますんで、ね、気になった方はチェックいただけたらっていうのと、皆さんランキング対象の感想とかね、ご意見、または皆さんの1位だと思う作品なんかもね、コメントお待ちしてます。ちなみにね、無職転生とかに関しては、最終回は来週ですね。来週というか今週になるのかな。まあ、次回の最後の週刊ランキング対象ということで、ゾーン100とか、青系まで対象というと、それ以降ですね、無職、ダーキザリングとか、新海坊ちゃんとクロベイザー3決まりましたよね。おめでとうございますというところなんですけど、まだ僕実は最終回見れてなくてね、とか、あと、アヤトラの最終回で、アヤトラも原作関係してもいろいろ話がめちゃあるんだけど、その最終話で全部、来週、最後の週刊ランキング対象になります。その点はね、ちょっとご了承いただけたらと思います。はい。ではね、あと20巻の紹介していきたいと、すみません、マイクめっちゃ長くなりましたけどね、紹介していきます。では、まずは20です。20位。ルローニケンシン明治剣客ロマンタン12は前回6位からなんと14ランクダウン20位というところで、どうでした？いや、僕ね、ちょっとね、実写見た弊害も若干あったかなって僕思ったんですけど、まあ、ついにね、今回、まあ、剣心対青氏開幕って、まあ、めちゃくちゃ熱かったわけですよね。まあ、ただね、まあ、正直ちょっともうちょい高いクオリティみたいな、正直アッパーあったわ。ライデン、ちょっとな、ちょっと思った今回は。あと、ちょっと尺もうちょい取ってよかったんじゃないのっていうのはあったんですけど、まあ、あれでもアニメ入ってんのかな。まあ、もっとその波があった、A パート終わったぐらいだったんで、まあ、もちろん面白かったし、熱かったなっていうね。あと最後の韓流のね、ガトリングシーンみたいなんじゃん。なんかさ、実写で見てたからかなんか、もっと狂気じみてた気がするんだよね。さらにね。なんかもっとやばいやつが欲しかったなっていう、なんかちょっとあんま良くない感想というか。
まあまあアニメなんかただ見てる人は普通になんかやばいやばいやばすぎんって逆に雰囲気損なうみたいな意見見たんでね、まあいろいろあると思うんですけど、なんかもうなんか実写なんかすごいなんかやばか、いやなんかめちゃくちゃ言われてたイメージあるんで、なんかちょっとあそこはなんか逆にモータルガスを感じるみたいなわけのわからない感想をいただいてましたけどね。で最後の式場もね、なんか鬼屋番衆のあの感じとか、まあ結構青しとかねいろいろと語られてくるわけですけど、まあそういうグッとくるシーンもあったんですけどね、やっぱちょっとなんかいいシーンなだけにちょっとなんかそのクオリティとかねもったいなさを僕はちょっと感じたのと、まず尺の使いが若干気になったかなって、ちょっとかなり厳しいですけど20位というところにさせていただいております。はい、まあね次回まあ連続2くるなんで、ね、楽しみですけど、とりあえず式場どうなっちまうんだろうあるんでね、非常に楽しみです。はい、では19位です。19位、7つの魔剣が試合です。7つ魔順位は前回ランキング今回19位というところでね、7つも盛り上がってきたかなというのを思います。今回面白かったです。前回ね、ラストをまさかのピートがね、さらわれてしまうという展開で、まあ彼を助けに行くっていうところを決意していく、今回ね、まあオリバーたちが描かれていくわけなんですけども、実に熱いなというところで、まあカティちゃんとかはね、まあ、ちょっと今回は、まあ、実力不足だというところを置いてかれて、まあ、あの辺もまたリアルだったんですけど、その時やっぱ厳しい戦いになるよっていうのを示唆してるのかなと思いましたし、完全にもうミリガン先輩ね、邪眼のミリガンがもう師匠枠みたいになってる、先生枠になってるのがまた面白かった。助けに行く道中でレベルアップってまたいいんじゃないかなっていうところですね。まあ、どんな戦いになっていくのかっていうところですけど、非常にここからも楽しみなと思いますけど、面白かったですね。はい、19位となっております。で、あと18位です。18位。魔王学院の不適合者、史上最強の魔王、魔王学院2期が、最終回、ワンクルメ最終回ですね。前回17位から、ワンランクダウンも18位というところで、フィニッシュでございます。魔王学院ね、なんか2期終わるね、なんか詰め込んだのどうとか言ってたんですけど、よく考えたらさ、コメントいただいたんですけど、分割に来るだったわけね、これ。そういや、そうやったらって、もう放送延期で完全に僕飛んじゃってて申し訳なかったんですけど、ねえ、っていう中で、めちゃ良かったですね、最終回ね。うん、まあ、最後、レアノも復活して、ミサの問題も解決して、最高のハッピーエンド。まあ、本当はもっと上の順位でも良かったぐらいなんですけど、やっぱどうしてもやって話がやっぱね、分からん部分があった。特にやっぱこの2期。っていう中で、まあ、すごい良かったし、その2クール目も僕もすごい気になったんで、ね、見るんですけれども、ただね、ちょっとやっぱ、その内容面の難しさと、やっぱ今週はかなりレベル高かったんで、っていうところもあってね、18位というところですけど、2クール目もね、楽しみに待ちたいと思います。まあ、続報をまず待ちたいと。いうことでございます。非常にいいエンドというかね、これハッピーエンドいいんじゃないのっていうのね思いましたけどね。はい、まあさすがのは良かったんだけどね、やっぱちょっとなんかいかに込み入ってたね、やっぱ2期はっていうのは改めて思ったところではありました。はい、であって17位です。17位、だってあの心霊のとかね、ちょっと待って、いろいろね、キャラの絡みもね面白かったです。はい、であって17位、愛の遺伝子11話という、これ前回20位から3ランクアップ17位というところで、愛の遺伝子。いやー、ここに来てね、なんかもう全然なんか話本筋いかないなってずっと言ってて、ぼやいてたら僕の言葉が聞いてしまったらそんなわけないですけど、一気に本筋に絡んでくるっていうところで、リサとフィーの話エグすぎんかった。やばい話しそうなと思ってね。面白かったですね。ここで人格コピーの話出てくるわ、別になんか、フィーね、かわいすぎてさ、まあ、でもなんかもう、なんかどっちもね、もうしんどかったね、今回の回はね。で、こう、やっぱこう、1話完結でね、本筋でやっぱ関係ない話が、関係ないっていうか、まあ、若干関係あるかもしれないんだけど、そんな中にね、今回こう、描かれていくわけですけど、まあ、もっと本筋に関係ある話したらより際立ったかなっていうか、やっぱ主人公はね、その母親のコピーの人格、を探してますよっていうところの本来の目的があんま目立ってきてなかったんで、そこはちょっともったいなさっていうかね、悔やまれるところではあったんですけども、やっぱね、須藤ってその主人公はずっと、まあ、母親がね、まあ、人格コピーっていうその犯罪を犯して捕まってしまったと、で、そのコピーを探してるんだよっていうのは元も確かに1話からあったんでね、そんな中での今回コピーの話が出てくるってなんかすごい勝ったですね。でも私ラス、果たしてラスどうなるのかっていうところで、で、まあ、次回、ですね、なんか離れていってしまいそうな感じのね、リサちゃんたちがっていう感じの話になってましたけれども、どうなってしまうのかというところでね、まあ、そこも、楽しみに待ちたいなと思いますけれども。で、ホーサミングスは外で調べてたら、めっちゃ今更なんですけど、2017年にはもう完結してたんでね、もともと週刊少年チャンピオンでやってて、今、続編とかを別冊少年チャンピオンでやってて、今、前日なんかやってるっていうところで、ねえ、っていうところでね、あんまその先駅が理解しきれて、チャンピオンとかでは分かってたんですけどね、でも最終回楽しみですけど、やっぱちょっともったいなさも目立った先があったり、あったっすけどね。でもめちゃくちゃやっぱ面白くなってたなという感じがしましたね。はい。てかエグいっすね、やっぱこの先の話はね。はい。で、あと16位です。16位。政宗くんのリベンジリターン、政宗くんリベンジ2期、順位は最終回ですね。前回4位から12ランクダウン16位という。
まあ、サマの国民じゃね、結構最高だったみたいな、素晴らしい最終回だったみたいな意見が結構多かったんでね、ちょっと水を差すのもなっていうのもあったし、まあちょっと、どうしようかなと思って、結局感想とか上げずに、ね、週刊ランキングではまあ絶対話すからというのを思ってたんですけれども、どうでした？いや、正直ね、もう幸せなら OK ですエンドなんですけど、僕的にはね、まあ、ちょっと正直、腑に僕、あんま落ちなかった。たんですよ。っていうのが、ジンマシンのくだりをあんだけやってたのに、その正宗が、そのね、なんか吉野だったら大丈夫だったけど、アキちゃんとかダメみたいな。なんかあのくだりがね、なんかそのすげえ強引だったんですよね。なんか、結局なんで治ったんみたいな僕すごい思って。なんか正宗の最終的にアキちゃんの思いとかわかりますよ、吉野とか。あんだけ正宗は思い続けてたら、なんか、それはわかったけど、そのジンマシンとはまた別なんじゃないのみたいな。なんかあそこはなんかふわっと終わらせるの、えっていうのが僕正直あって、ね、その上で、なんか師匠は、なんか女として見てないから、ジンマシンは出ないんだ、みたいな。なんかその締めくくりもよりなんか謎で、え？みたいな。いや、もう、見とったやん、回想で、もう師匠よく、いいってマジなっとったやんとかさ、何？じゃあ、アキちゃんが大丈夫な、女として見なくなったからなんですかとかさ、なんかすごい、なんかその、なんかそこがもう僕、なんか、ん？ってなんかなっちゃって、正直ね、まあ僕やっぱ前回、まあ完全に吉野ルートになりそうなところで、本当にどうなっちまうんだって言ってたんですけど、まああそこまで正直もう吉野ルートで良かったと僕は思っちゃったね。別に吉野がいいとかそういうところじゃなくて、アキちゃんもめっちゃ好きだから、そこはいいんですけど、なんかちょっと、理由がちょっとなんか最後の最後で強引になってしまったというか、全然わかりますよ、別に。正宗のリベンジっていうのが、そのアキちゃんと正宗がくっつく話であって、で、最後、その、吉野がむしろお膳立てになってしまう。別にそこまでね、あり得たんだけれども、そのなんか、重要設定みたいな、ジンマシンの下りが、あまりになんかちょっと強引に流されたのちょっと僕は、ちょっと気に食わなかった。っていうのは申し訳ないですけど、あったっていうところでね、ちょっとね、なんか、その女として見てないみたいで、それも嘘やろみたいな。ちょっと理由としてなんか全然成り立ってないなって僕は思いましたね。っていうところで、はい。まあでも、なんか、最終的に言えば、なんか幸せを得んだら良かったんですけど。だからちょっと16位なんですね。本当にもうなんじゃこれと思ってたら、もちろんもっともうトップ20圏外だったんですけど。良かった良かったんだけど、ただそのシナリオ面でちょっと僕はすごいアラを感じて最終的に。っていうのはありましたね。なんか普通にいいんですよ。別に、ただただ好き嫌いな話だったら、最終的にやっぱアキちゃんが好きだな、だったんだ、俺は気づいたんだって、別にそんなことは別にその恋愛その好きっていう気持ちなんで、別に移り変わるもんだし、いろんな状況次第でもさ、シチュエーションでも変わってくるんで、別にそれはいいんですけど、そのジンマシンで、あるそこのよう、そう、なんかエグいとこ絡めてきて、そんな風に終わらせるのかってちょっと思っちゃったの、ほんとマジで申し訳ないです。なので、まあ、リベンジのね、R じゃなくて、なんか、リスペクトの R なんかリターンをみたいな、それは良かったなと思いましたけどね。で、次回なんか OAD やるみたいなね、まさむだけのイメージね。一挙に2期のなんか続きのエピソードみたいな聞きましたけどね。まあ、楽しみですけど。ちょっと、もうなんか、あそこまで行ったら吉野ルート、吉野が良かったっていう気持ちはね、ちょっと分かった、今回は。僕は別に吉野推しとかそういうわけじゃないんだけれども、どっちも好きだし、まあ、どっちかというとやっぱアキちゃんの推しでね、まさむとくっつくのはまあ別に全然、まあ予想通りではあったんですけどね。ちょっと最後の最後、強引感が否めなかったなっていうのが正直あって、ちょっと残念でありました。はい。で、楽しみきれなかったのは本音ですね。申し訳ない。はい。で、で15位です。15位。あ、でもね、キスシーンとかね、アキちゃんとも、あれやばかったですね。最高でした。最高だったんだけどね。最高だったから16位なんですよ。あのね。はい。幸せでした。はい。では、続いて15位です。15位。私の幸せな結婚最終回前回にまさかの中3ランクダウン15位でフィニッシュ。どうでしたか？またこんね、もうめちゃくちゃ賛否分かれてましたね。なんか、まあ、YouTube のコメント見てても、まあ、X のなんかね、いろいろツイートポスト見ててももう荒れ狂ってましたね。こんなに賛否分かれるかぐらい荒れてましたね。なんか、スキローっぽいなみたいな話でね、結構その賛否分かれたね。スキローはでも最終回に賛否分かれたってわけじゃないよねと思ったんだけど、ワタコはもう最終回にめっちゃ賛否分かれたなっていうなんかすごい印象を持ちまして、僕は正直否定派なんですけれども、まあ、ただね、やっぱ幸せなら OK ですエンドなんですよ、これも。ちょっとね、こういう、なんかラブストーリーものってね、やっぱ最後こう幸せになっちゃったらちょっと良かったんだよね、結局、みたいな。
すげえ難しいとこがあって、その家庭を見てたらね、なんでこれこうなのとかさ、今回なこのワタコの最終回、まあ、もう感想とかでも散々言いましたけど、そのミオがいきなり強くなりすぎたとかさ、なんかそのファンタジー要素がいきなり最後入りすぎちゃって、なんどういうことみたいな、夢の中なのにミカロが攻撃してきて、それで夢の中からミカロを吹き飛ばしてたのミオみたいな、でなんでそのミオがいきなり強くなったの、もうわかんないことだらけで、尺の使い方とか、そのミオが大切、まあなんかね、もうびっくりしたんだけど、原作通りかと思った、原作通りじゃないらしいじゃん、しかもアニメらしいじゃん、あのファンタジー要素ちょっとやりすぎたね、あれマジで。やっぱちょっとアニメの最終回、まあてかキネマシトラスさんのクオリティだからより別物感あったんだな、うん、バトルモンだなっつってね、でなんかあれアニオリって聞いて、うわちょっとやっぱアニメの最終回っていうところでちょっと照準合わせすぎたなとかね、まあいろいろ思ったりしたんですけど、でも結局幸せなんですよ最後、最後の特殊エンディングとかさ、もうミオちゃんとキヨコのもうあの不器用な感じも見たでしょ、まあ、あんなん見たらまあ良かったってなるわね、もうそうすごい複雑な感情を持ちながらも15位というとこねさせていただいたんですけど、11位の方がねどう考えても投げたし良かったんで2位だったもうめちゃめちゃ順位転落なんですけど、いやちょっとな、まあ、詰め込みすぎた唐突感というのかな、てかまあ多分最終回っていうこと気合が逆に入りすぎたなっていうのはまあ僕はシンプルに思ったことですね、その原作じゃないアニオリだよってとこを聞いてね、だってファンタジー要素入れすぎだろ動画に、強すぎるもんあってみよう、もう帝を吹き飛ばすのもじゃあ本当じゃないのかな、もうよくわかんないけどさ、ね、まあやっぱ改めてまあ感想とかでも言ってましたけど、まあ、6話がピークになっちゃったのかなって僕は思ったし、やっぱ伊野がねやっぱちょっと行き過ぎたなっていう、感じで、まあちょっと胃の要素が行き過ぎたな、もうそう、また同じようにしちゃったんだけど、ちょっとまさかの足を最終的に引っ張っちゃったなっていうのはね、思って、まあキネマシトラさんクオリティだからこそね、よく見える部分もあったし、でも最終回逆にそれがなんかね、違和感になっちゃったなっていう、なんかちょっと難しいところを思いましたね。でまあ、2期やることねえんじゃないかとかさ、もう見ませんとか、結構見ましたよ、コメントでも。僕は見るつもりなんですけど、まあ、確かにさ、それ6話がピークって言ってて、どんどん胃の要素が大きくなってる中でさらに面白くするってもう無理じゃないのって正直確かにある。6話で確かにこのワタコンってもうかやちゃんとか追い出してさ、親たちもねもうとんでもない目合わせてね、もう大勝利じゃないですか、大勝利エンドだったんで、っていう意味ではここからどうやって面白くするのかなみたいなのありますけれども、まあとはいえやっぱり原作も非常に人気作品なので、まあ、面白くなるんじゃないかなと思ってます。ちょっとまあ見えてこないですけどね、まあ、とりあえず見ますよ、っていうところで、正直かなり評価は最初から落としたかなっていう感じはしましたけど、まあ、とはいえでも最後見たらやっぱ感動したっすよね。なんかミオちゃんとかの姿とか表情とか見たらやっぱ感動したんで、ちょっと15位というふうにさせていただきました。はい。では、で14位です。14位。白聖女と黒牧師11話、前回ランキング外、今回14位というところですね。いや、白聖女ね、間違い最終回っていうところですけど、まあ、お前ついにね、セシリアタンと、ローレンスくんのね、まあ、二人の出会いみたいに描かれていくんですけど、最高やったね。めちゃめちゃ良かったですよ。もうセシリアタンがね、もういつも可愛いんですけど、格好も可愛かったんですけど、しっかりやっぱ聖女様やっててね、なんかもうボロボロになりながらみんな呼びかけるって、すごい良かった。ですし、なんかこうやっぱローレンスもローレンスなんかあの二人の出会いってなんかものすごくいいものがあって、でやっぱヘーゼリッタちゃんもね、お別れした後にめっちゃいるみたいな、まあ案の定出てたんですけど、めちゃくちゃ面白かったですねでまあローレンもついになんかこうね、自分の気持ちに気づき始めてる感じがあってね、セシリアちゃんへの、もう最終回楽しみすぎるなって、どうなっちゃうんだよ、どうやって終わるんだろうねこれね、なんかめっちゃロスに襲われそうでね、すごい好きな作品になってるんですけど、白聖女14位と。一応、最終回ラッシュが多かった。最終回ラッシュだったんでね、最終回じゃない中で、まあでも順位なんで、まあ、非常に高い順位を自分的にはつけたつもりですけど、なんか厳しい順位でもありますが、なってます。はい。で、13位です。13位。レベル1魔王とワンルーム医者12話最終回ですね。前回18位から5ランクアップ13位フィニッシュということでね。レベル1魔王。よかったんじゃないですか。ねえ、まあ散々ね、もう途中からもう厳しいことばっか言ってトップ20圏外も何回もしてきたレベル1魔王でしたけれども、まあなんだかんだでいい
最終回というか大断言ってやつだったんじゃないのかなって僕は思って見てました。グリムスも捕まったしね、一件落着みたいな。最後にあの集合写真の各階層で終わるのまたエモいなとか思いながら見てましたし、あの幽霊が面白かったね。最後まで全く正体分かんなかったんだけど、まあそれは知ってましたけど、なんか前日に声優さんとか言ってたんで知ってましたけれども、あの最後の辺も前面にでもさ、あのお尻が出てきちゃってさ、わかんやんこいつみたいな面白かったですし、うん、あの勇者と魔王もう付き合っとるやろあいつらうん、でもありましたけど、まあ、知りやすさにねどうしてもちょっと難しさを感じたところではあったんだけど、最終的になんかそのあったかさと、まあ、うまいギャグ調とというところで、うん、なんか締めくったし、マックスでやっぱ良さっていうのはねすごい出てきた作品だったなと思いましてね、まあもっとやり終わったかなとも思ってたりもしましたけども、まあでも、まあ、最終見てあ良かったな面白かったなと思ったんで、まあ、13位とさせていただきました。はい、では12です。12位、夢見る男子は現実主義者最終回がなんと前回16位4ランクアップ12位でフィニッシュ。前回ねもう奇跡のねもうこの作品も3話切りでしたよ。もうブチ切れてた僕は。もう夢見るブチ切りまくったところから奇跡の復活を果たして最終的になんと12位でフィニッシュというというね。夢見るの最終回ね結構酷評するコメントも見ました。うん、なんか夢見る、まあ、なんだあれとか言ってなんかコメント見ましたけど、僕は良かったですあのまあ別に便乗して叩いてもよかったんですけど、僕良かったんで、あのラストになんかサッカーボールの伏線も回収されたけど、自分でこう言ってもちょっと笑っちゃったんだけど、サッカーボールの伏線もね最初あんだけ謎だったサッカーボールの謎も解き明かされまして、うん、良かったですね。最終視聴再開して本当良かったなと思って、うん、なんかもう夏川ちゃんもあの妹ちゃん愛理ちゃんですか、もう可愛すぎて、まあ別にロリコンじゃないですよ、妹ちゃん別めちゃくちゃ可愛いですけどロリコンじゃないんですけど、まあ楽しめたなというところでね。でも、まあ、もっとうまくやったらもっと上に行ったなっていう意味ではもっと正直順位下にしようかなと思ったんだけど、まあ、やっぱ最終回でも純粋良かったんで、うん、でしやっぱ夏川ちゃんっていう可愛さとやっぱどんどんそのラブコメントしてるのね良さが最終的にすごい見えてきたっていうところで、まあなんかやっぱあるまあすごいもったいなかったですね。すごいもったいなくあったですよ。あのやっぱもっともってやるようにやったらもっと面白くなったし、下手したらマジで最終的にトップ10とかも入るような作品だと思うんですけど、まあでもあんだけぶっ壊したがゆえのね話題性も生まれたと思いますし、僕はこうやって視聴再開して、まあ基本的にはねあんまなんか改めて再開してもなんか別にねそういう興味本位で見始めたやつはまだダメなやつが多いんですけど、この作品はなんか本当に楽しめちゃいましてね、よかったですよ。まあエンディングとかもあれも結構好きだし、オープニングもね、まあ、好きですし、うん、まあパクリオープニングですけどね。はい、まあ、あの今回の最後なんか家族なんていうのな、 あそこのなんかなんていうの、あの遊びみたいなあそこのシーンも良かったですし、うん、はい、12ピンチでございます。ユミル良かったです。はい、サッカーボールの伏線も回収で良かったです。はいはい、では11です。11、物語第2章最終回というかね、前回8位からさなぐとはもう11位というで、いや物語もおもろかったっすね。思ったよりもね、なんかほのぼのエンドで終わりました。まあやっぱ原作付きの作品でね、どうしても若干中途半端で終わりがちなんですけれども、あのまさかはね、あのカラガツたちもね、あの退散して終わっちゃうっていうところであったんですけれども、うん、まああのまあ漫画作家でもこういうこともあるかなっていうのは思って見てましたけれどもね、まあラスト思わずこうニヤニヤしちゃうというところで、本当もうこれもね正直切る危機にあったんですけども、本当見続けてよかったですし、まあすごいあったかさもあってね、まあ、ここまでの面白さももちろんあってという11位というところね、出させていただきます。素晴らしい最終回。まあちょっとやっぱ漫画原作ゆえのね、あの続きがちょっと中途半端とかもあったんですけど、まあそこはちょっとやむを得ないかなというところで、まあ、11位させていただきました。はい、ではここからトップ10入っていきます。第10位です。第10位、ヘルク11は前回13位から3ランクアップ、トップ10でございます。ヘルクトップ10なんてもうめちゃくちゃ久しぶりじゃないかこれ。え、あ、9はトップ10入れてた9はそうか、ランキングが一番トップ10にしたんだ。一気に面白くなってきたなっていう話をしててね、まあ、ヘルクってねもともと8位に入れてた作品だったんですけど、やっぱこうどうしてもねなかなか伏線張ってばっかりみたいな感じで、結構天狗大魔教チックな評価をされながらね、でやっぱその天狗大魔教ほどのなんかえげつなさも出してたわけじゃなかったので、より厳しい評価はヘルクあったかなっていうのを思って、まあ、切ってしまったっていう声も結構聞いたんですけども、面白いですね、まあ、とりあえず見つけていいなっていうところで、まあとりあえず今すぐこう再開してるみたいな面白さ出てきてるわけじゃないかもしれないけれども、これめちゃくちゃ面白くなってきたなっていうのが僕の感覚でですね、
でもこう、まあ、ギャガも個人的にハマってきてるのもあるんですけど、ピューイっていうね、なんかゆるキャラみたいな可愛いキャラ出てきて、またそこがいい味出しながら、今回はすごい感動する話のスタートになってましてね。闇の戦士と歌のお姉さんの話、ね、もう感動しましたよ。で、まあ、ピューイが出てきたらやっぱ面白さは右肩上がりかなっていうところもありますし、可愛いし重要キャラっていうところで非常にいいんじゃないかなと。で、今回まあヘルクの負の部分みたいなのね、見えてくる回でして、ね、まあ、最後のギャグもしっかり面白かったですし、いいんじゃないかなっていうヘルクね。いや、面白くなってきたというか、まあ、すごい、楽しんでる作品ですし、まあ、それでこの勢いで神回が来るんであればね、僕も全力で押させていただこうかなっていうふうに思ってますけど。はい。いいです。面白いですね。はい。10位させてきました。では、第9位です。第9位。ついにオープニング映像完成。ゾン100前回14位から5ランクアップ第9位。ゾン100のね、動画この前に上げさせていただきましたけれどもね。まあ、9は最終回ですね、これ。何言ってんだと思うかもしれないですけど、これ今初めてこの動画見てる人はマジで何言ってんだと思うかもしれない。ゾン100初めてでした。何言ってんだと思うかもしれないけど、これ最終回なんですよ。10話以降放送時期見てっていう、ね、もう今期はこれで終わりなんですけど。本当もったいないことしたなっていうね、ゾン100なんですけれども、めちゃくちゃ面白かったです、9を。よりもったいねえなと思って、早く見てです、これ、続きが。なんかね、最後ね、なんかびっくりすることに、その、アキラとは全く違うね、なんか悪いことでなんかやりたいことやろうみたいな、そういうなんか、ね、敵っぽいキャラが出てきて終わるんですけど、ゾンビになるまで下100のことのど作って、ちょっとすげえ痺れた、ってかめっちゃ面白かったな、まあ、マジで。で、お父ちゃんともね、久しぶりにこう、まあ、ついに再会するみたいな話で、で、まあ、そこもね、お父さん、ちょっと、余命がみたいな感じもあったりとか、またなんか、アキラがすごい感謝したりとかね、あそこの途中にも良かったですし、まあ、静香ちゃんが相変わらずツンデレぶりを発しても、なんかすっかりちょっとデリキャラですけども可愛かったですし、まあ、ベアトリックスでも相変わらず強かったですし、大工のおじさんの話も良かったですよ。なんか辛かったですよね。まあ、でも、ゾンビだらけの世界でさ、なんかもうね、自分の奥さんもなんかゾンビになって殺しちゃったんで、孫もね、まさか自分より先に立たれるなんて、みたいな、まあ、息子がもう辛かった。ですね、これ辛かったんですけど、面白かった。これで、ね、もったいなすぎるやろマジで。これもったいなすぎる。これめっちゃ他人楽しみなのにさ、ちょっとと思って、思わず動画も出していただいたし、オープニング映像もねついに完成したんですよ。めっちゃクオリティ高いから、これ見た方がいい。オープニングもうすごかったよ。もう感動しちゃった。もうゾン100はもう本当にいろいろいない意味でもったいないです。完パケした上で、あの最初からあのオープニング映像でやって、最終回もねって、もっともっと笑いになってた。まあそれでも今季ね、その新作で2番目の人気ロイヤルですから、まあさすが大したもんなんですけれども。でもね、やっぱ、最終回ラッシュでね、めっちゃいろいろ盛り上がってる中で、この作品全く最終回じゃないから全然笑いになんないのが、もう不で仕方ないとかさ、不憫で仕方ないというか、本当に。なんかもう、うわっと思いましたけど。でも、めちゃくちゃ面白かったですよ。まあ、最終回ラッシュの中で9話っていうすごい中途半端な話数でめっちゃ面白かったので9位ですよ。はい。9位、あ、9位ってかけたら負けてないですよ。はい。普通に9位でした。はい。というところね。10話以降の放送はいつかわかんないですけど、楽しみです。はい。オープニング見てください。では、第8です。第8位。ブリーチ千年決戦決別弾24話11話前回11位から3ランクアップ第8位。ブリーチね、次回1時間スペシャルというところで、まあ、ブリーチのね、最終回もやっぱランキング対象したいっていうのもあって、週間ランキングやるとこもあるんですけれども、まあ、ブリーチがあっても完全に今季終わりなのかな。青木とかはもう1話あるんかな、っていうところではありますけど、今回はね、もうゼロ番隊ですよね。強すぎやろ、みたいな。めちゃ強かったね。めちゃくちゃ面白かった。アニオリも多かったですけどもね、テンポ感も良くてですね。まあ、1話の出番がもうちょいあればなっていうのは、まあ、これも月作の時は思ったことなんですけど、まあ、ありましたけどもね。てか、あの回想シーン辛くない？織姫ちゃん。何石田くん思い出させちゃってさ。なんかすごい辛かった、僕も。っていうところでね。まあでも、ゼロ万体の中で、とんでもない強さがすごい面白かったなっていうところでね。迫力もあったし、さすがだったなっていう、思いました。はい。まあ、次回最終回1時間したら非常にね、楽しみでございます。はい。では、次回。何です？第7位。できる猫は今日も言うつ中には、なんと前回10が8ランクアップ第7位。でき猫っていうところでね。
めちゃくちゃ良かったっす。で、出来猫国士最終、いや、全13話ってね、前回調べてたんだけど、もう最終回かと勘違いするぐらい今回最終回っぽくてめっちゃいい回だったわけ。うん、っていうところでめちゃエモい回でですね。まあ、いつもの癒し要素に二人の混沌的な絡み、そして、明らかになっていく諭吉の過去。ね、まあ、諭吉と作家、まあ、出会いからの過去も、なんか結構そこも描かれましたね。作家のツンデレすぎる思いっていうところで。まあ、最高でしたね。もう次回最終回。もうロス確定みたいな。いやー、デキネコほんと面白いなと思いましたし、すごい今回ね、痺れるというか感動するエモい回だったなって思いましたね。で、ユキチがね、最初なんかウミウシにハマってね、思わずこう口ずさんじゃってるのが、あれもすごい面白かったですよね。っていうところで。あと月曜がね、憂鬱って言ってね、サクちゃんが言ってたんですけどね、まあなんかユキチがなんか知らず知らず、え、なんもやってないですよみたいな、なんか虫学系主人公みたいになっちゃってたけど、めっちゃ面白かったんだけど、月曜憂鬱だなと思ってね、すごい分かりに深かったです。はい。ということで、デキネコね、もうめちゃくちゃ面白いで、もう第7位に入れさせてきました。はい。最終回もめちゃくちゃ楽しみです。はい。いや、感動しましたね。いやー、すごい。やっぱ、ゆきちの、なんか、ゆきちとサクの関係性、なんかめっちゃいいなって改めて、思いましたし、はい、なんかゴミ出しとか思わず言っちゃってね、あー、なんか良かったっすね。いや、良かったっす。はい。ゆきちが成長したわけも分かりました。はい。では、第6です。第6位。彼女をお借りします。第3期11話、前回9位から3ランクアップ第6位。いや、彼女借り、マジ良すぎるな、3期。もう泣くわ。もう最後、あれ泣いちまうよっていうところで。やっぱね、こう、好きな子にこう全力で楽しんでもらおうみたいな。ね。で、尽くしまくる、こう、和也。やっぱこういう進行ってええなって僕は思ったし、まあ、その上やっぱ自分がさ、こう汗水さらして、稼いでお金でやってるわけでしょ。水洗うためにもなると思って、ね、やっていくっていうのがまずすごいいいし、で、やっぱ素で楽しんでるね、水洗うね、またこう、可愛すぎるっていうところで、本当もう、まるでなんか理想のカップルみたいな、本当のカップルに見えましたね、今回は。っていうところで、いやでさ、花火やりながらさ、最後水原ちゃんが泣いちゃうんだけど、うわーと思ってさ、でも俺カズヤの前だからなんかさ、これめちゃめちゃ良くて、やっぱあんだけこう楽しませていろんな思いに浸らせて素になった水原だからこそ、いや涙を吹き出したし、水原のやっぱ閉じ込めてた感情をこう爆発する瞬間だって、やっぱそれって今回のカズヤの頑張りがあったからこそでもあるし、やっぱ彼女ってやっぱそれでやっぱまた新たに一歩進める、もちろん思いを噛み締めた上でね、進めるっていうのも思ったし、なんかカズヤの前だからこそあれができるのかなとかね、なんかすげえいい回っていうか、もうやっぱ3期改めて面白すぎるなと思ったんですけど、最後泣くわなこれなと思ってね、思わず水原の感情が爆発する瞬間でしたけども、もう思わず普通に楽しんでる水原はね、超可愛かったですし、あのカズヤのなんか不器用ながらも頑張ってる感じがね、すごい良くてですね、だいぶ助けました。可能からやっぱ最高だなと思いました。はい。では、ここからトップ5はやっていきます。入っていきたいと思います。では、まず第、もうここからも、てかもうここも泣いてるけど、可能からも泣いてるけど、もう全部泣いてます。はい。では、第5位です。第5位。三重姫と獣の23は前回1位が4ランクアップ、4ランクダウンも第5位というところですね。三重姫ね、もう前回良すぎたというところでね、まあ、ついに1位にさせていただいたわけなんですけど、今回もこれまためちゃくちゃいい回でですね、もうめちゃくちゃ泣いてましたね、三重姫。マジで面白すぎるなっていう、これ、まあ、これをさらに超えてくる4作品があったぐらい今週はレベル高かったわけなんですけれども、ここに来てね、これまで出てきたキャラがみんな味方についてくれるっていう、まあ、前回ね、こう、マスカもレオがこう、人間とのハーフだっていうの分かっちゃって、もうなんか追放みたいな中はね、逃亡みたいな感じになってきてしまったところなんですけども、まあ、改めてレオが戻ってくる。その中でまたみんなが仲間についてくれる。本当の意味で、王様は人間とか、そういう問題じゃないんだぞ。本当の意味で、やっぱ真の意味で慕ってくれてた仲間たちが、みんな味方になってくれるっていうのがもうめちゃくちゃ熱かったですし、やっぱアヌビスだよね。俺信じてたぞって、なんかもうすげえし、めちゃくちゃ良かったよね、もう超感動しましたよ。アルビス信じたぞ俺はと思いながらね、ラントもアビト姫もね、もちろんレオもサレフィーももう最高すぎましたし、まあ、最後のね、王様復活っていうところでね、さらに泣きましたよね。もうクソが良かったね、もうどうなっちまうかと思ったけど、もうめちゃくちゃ良かったですし、はい、最高だなってね、もう思いましたね。
はい、王様のルーツもまあついに分かるっていう今回について、まあ、あとは瀬戸の正体ってところかなと思いますけどもね。はい、まあ何はともあれこう最高最終回ってもう正直確定かなと思いますけどもね。いや逃げ紐本当に盛りつこれ絶対見た方がいいですよマジで。うん、ガチ楽しみすぎるなということで第5位させてきました。では次第4位です。第4位、ホリミアピース最終回、前回7位から3カップ第4位でフィニッシュ。きっと知らないだろう。いやもうね、あの思いの滝さんの幸せも僕ずっと聞いてるんですけど、もうホリミアもってからもうロスがやばすぎて、いやこれはすげえや、あー最高の作品だって思いましたね。まあサブチャンネルでもね話させていただきましたけれども、ちょっとねもうやばい、もうロスもやばいし、もうめちゃめちゃさ刺さったというかさ、まあ、やっぱ改めて1期とも2期ともつなが、2期の最初ともつながってる最終回でめちゃしびれましたし、やっぱ改めて最高の作品だなと思いましたね。まあ最後は髪型メインの話でちょっとラストのパーツがちょっと面白かったんですけど、まあ尺も長めに撮ってくださってましたね。まあラストの堀ちゃんのモノローグ、まあそこで1期とまたつながってくる、まあ1期は宮村視点で終わったんです、今回は堀ちゃん視点でっていうことで、まあ、本当に終わっちまうんだなって思うとさ、やっぱなんかこのまあ偶然かもしんないけど、ある種必然のこう仲間関係っていうなんかこのがまたなんかすごい良くてね、めちゃくちゃエモかったんですけど、はい。でまあある種ねピースはまあ堀ちゃん視点の話がもう多かったなって改めて思って、まあ 2話のね、2話じゃない、2期っていうかピースのね最初の開幕とかも、堀ちゃんのモノローグから始まってたなとか思いながら、まあ改めて見返すともっともっと良さが見えてくるだろうなっていうところもありましたけどもね、もう泣くしかなかったですね本当に。最高だなと思いましたし、いや堀見は本当に終わっちまうんだなって思いましたけど、いや本当にピース最初どうなのかなと思ったんですけど、ここまでもうすごい見せてもらえたと思ってなかったんで、ね、これ本当に一気見た上でピース見てないと絶対見た方がいいです。めちゃくちゃ良かったですね、最高だったなと、思いましたし、堀見は改めてただのラブコメじゃないなっていう、そのなんか学園ドラマというかね、本当青春群像劇っていうのを見事に描き切ってくれたなっていうところで、本当ね、もう泣くシーンも何回もありましたけれども、まあ素晴らしかったです、最高だったなと思いました。第4位続きました。いやー、ほんと終わっちまうんだなこれ。はい、ではここからトップ3入っていきます。第3位です。第3位、呪術廻戦渋谷事変呪術2期ですね。33話前回12位から急落アップ第3位というところで一気に来ました、呪術というこうね、まあ結構ね渋谷事変入ってから、まあ、テンポがダウントーンダウンしたんじゃないかみたいなね話とかね、もっと早く話を進めてくれとか、まあね開局直接の面白かったとかいろいろ意見があったんですけども、ちょっと今回面白すぎましたね。まあテンポ感についての指摘がある人もいましたけれども、まあまあ、僕自身はもう本当このバトルシーン、まあ、何よりも含んだバトルシーンに関しても五条さんね、まあ、無料空手とかに関してもかっこよすぎましたし、で、まあ、まさかの五条さん封印、そしてゲトー偽物確定っていうね、まあただで最後の衝撃的な話の中では、まあアニメーション演出があまりに圧倒的だったなっていうね、回で、もう吉祥ってもう吉祥かったね、もうやばかったんですけれども、はい、っていうところでですね、まあ、ちょっとアニメの見せ方僕めちゃくちゃうまいなっていうところで、まあ本当に渋谷人がここから始まるんだなっていうのを思いながら、めちゃくちゃ面白い感じに仕上がってたなっていうか、原作正直以上の僕はインパクトを、得たのかなっていう感じがしましたね。でまあね、今回も改めて改造人間とかさ、もう人が大量に、まあ、なんかすごいえげつないシーンばっかりもう本当見てらんないすでにね感じだったんですけども、ちょっとなんとか見ていきたいんですけどねっていうぐらいちょっとえぐいシーンも多かったですが、いやーすごい面白かったし、あの原作読みましたよ最新話ね、あ、まあ、ネタバレで出回ってたっていう、まああれはネタバレで出回るかなとも思いましたけれどもね、はい、まあちょっと原作ともどもねちょっともう 目が離せなすぎる展開かなと思いますね、楽しみというか覚悟をちょっともう決めてね、待ちたいなと思うんですけど、いやすごかったですね、はい、マップやっぱすげえな、ご所論さん、はい、最後でした。はい、では、次第2位です。てかメロンパンな、メロンパン、もうメロンパン食べれねえ、どうすんだよマジで。はい、で第2位です。第2位、無職転生第2期、ワンクルメ11話、前回3位からワンランクアップ第2位というところね、もう最高の最終回ということで、まあ、最高の最終回で、ね、まさかの同時視聴できなくてですね、まあ昨日っていうか月曜は無職転生動画を3本上げるっていうなんかやばいことしましたけど、最終回もね、まあやがったんですけど、11話も良かったよな、これね、最終回はまたね、次回またもう一回たっぷり話させていただきますけれども、
いやシルフィーと思ってね、ついにね言えたぞと、まあ、アリエルとかねルーゴの協力もあってついについにね、まあ、正体も告白、気持ちも告白できたということで、おめでとう。いやもうよかったね、もうニヤニヤしすぎて表情筋崩壊というところね、ほんともうここまで待って待って待った回しかなかった、神回だったなっていうのをね思いましたし、ルーデウスのね、あそこでしっかりサングラスをね、まだ一つ残ってるよっていうシルフィーの言葉に対してサングラスをね外していく、またルーデウスがまたしっかりしててよかったですしね。はい、まあ、あのシルフィーからルディ呼び、でまあついにルーデウスもシルフィーと気づいてっていうところで、いやー最高だったな。でからのエンディングっていうところでね、もう泣きましたよ。はい、でルーデウスもついに復活かっていうところでね、だったんですけども、はい、いやー、あとなんかシルフィーの反応が面白い回でもありましたね。なんかダクネツみたいになってるアリエルになんか聞かれた時ね、子供が何人欲しいとか言われてとか、ね、可愛かったですが、最終回もやばかったんですよね。はい、これから見る人は楽しみにしてくださいね。もう見たかなみんなね。はい、というところで、まあどうでしょう、ちょっとできなくて申し訳なかったんですけど、あとね最終回まさに感想とか上げてますけどね、また来週というか今週の週刊記事も対象にさせていただきますけど、最高の返しが2位というところでね、ちょっと無職で俺1位にする気満々だってるんですけれども、根元はね、それを上回るあまりにすごい、作品が出てきたという、まあ、これはもう正直もう文句なしに1位です。マジすごいです。第1位こちらであります。週刊ニューランキング、ラスト2回、そして1回、11から12はランキングトップ20、第1位に輝いた僕が泣いた叫んだあまりにヤバすぎた最終回、こちらです。第1位文豪ストリートドッグス第5シーズン最終回、前回号が夜中ぶっついにコンチャーソーシュー、今週はもうブンストしか勝たん、はい、というところで、まあね、ちょっともう感想動画も上げてね、まあ、感想動画見た人は分かったと思います。もうこの熱量リクさん、まあ、よっぽどことない限り1位するだろうなと思われたと思うんですけど、まあ、これも1位、もう見た瞬間も1位しかないなと思って、まあ、まあ、もちろん、まあ、ブーストを最後見たわけじゃないんでね、全然ありえたんですよ。もうホリミアの最終回とかもあったしさ、なんですけど、やっぱちょっとブーストはちょっとね、予想を超えてきすぎたなっていうのが本当、棒の感覚としてあって、もっと、なんか、何本当にね、全てが予想を超えてきたんだ、この最終回っていうのは。まずね、なんかこう、うまくまとまるとも思ってなかったんだけど、まあ、しっかりまとまった上で続編の余地も見せた、っていうのもすごかったし、まあ、やっぱキャラの魅力というのもね、また爆発してたし、なんかその、ストーリー展開のシーンも、そう来るのかみたいな見せ方がね、また痺れて痺れてというところで、まあ、本誌のね、このところももう、範囲も超えるっていう、もう本当、異例のね、最終回だったわけなんですけれども、本当ね、もう最高を超えて最高っていうところで、最後に未了の文字ね、なんかあれ末了かなって僕思ったんだけど、まあ別に指摘してなかったのに未了だろうと思ったら、なんかしっかり公式で修正してて面白かったんですけど、最後の最後間違えるのよとか思いながらっていうところなんですけど、まあ未了というところでなんかやってくれると思うんですけどね、また、いやー、まあ、まず今回も福沢さんとね、もう福地の関係性ですね、福地のねこう最後の目的とかね、まあいろいろと明らかになってくる中で、まあ福地のこう思いを否定しきれない福沢さんにも泣くよね。でまあ大倉ちゃんね、副長出すの泣くし、もうなんか全部最後ね、もう福沢さん切れないんだろうとか全部読んでるあの福地さんにもまた泣くみたいな。いやあやちゃんとブラも良かったですね。太宰さんの泣く、太宰さんマジ良かったな、これ中かなこ最高やね。いやーもう、ね、ここもめちゃくちゃ良かったですし、で、まあ、シグマはどうなるのかとか、どうなったんだというかね、謎も残りますしね、ピョードルとかもね、勝った感じですけど、いや、勝ってないだろうなとかね、なんかある種、死亡フラグ立てられすぎて、生存フラグが立ってるみたいなね、なんか特殊な状況ですけど、で、まあ、最後、天人の護水完結したかと思ったら、最後の最後ね、アツチ君と芥川がなんか戦ってますみたいな、終わるっていうね、ってとこだったんですけど、いやーもうちょっと絶対なんか、マジで絶望的エンドになるぐらいしか見えなかったんですけど、本当に見事にこう、完結させてきたなっていうのを本当思いましたね。いや、すごかったですね。いや、もうめちゃくちゃ良かったですよ、本当に。もうあまりに痺れて痺れてね。そもそもその何、福沢さんと福地の話だけで見ても感動したのに、あやちゃんとブランもあるわね。太宰くんと中也ね、あの、フョードルの対決もあるわでね。もう、最高すぎたな、これね。はーい、っていうところで。いや、もう、もう、あまりにすごすぎたというかね。これは原作超えてももう文句なしみたいな、もうほんと最高の最終回、いや見させていただいたなっていうところで、
ちょっと面白すぎましたね。まあきっとロッキーとか続編、まあ劇場版がなんかやってくれると思うんで、続編をね、まあ、このままひとまず原作ストックもゼロマイナスなんで、むしろじっくり待ちながらですけど、あまりにすごすぎたね。まあぜひね、これを機に見てない方はね、ブンストご覧いただけたらなというふうに思いましたね。あとね、なんかね、これちょっとこれ余談なんですけど、今時なんかファブナーがなんかめっちゃおもろいみたいな話、僕見てないんですけど、見てる人は相当少ないと思うんですけど、ちょっとファブナーもね、ちょっと改めて、まあ時間を見つけてみたいなと思うんですけど、めちゃくちゃ面白いみたいですというと、これちょっと余談っていうか、まあめちゃくちゃ話題、実はなってるというか、見てる人の中ではもうかなり話題になってる、ちょっと話していただきましたけど、ブンストゴキ、いやー、すごすぎたな。改めて演出とかさ、音楽の入れ方とかもものすごく良かったですし、まあ、ゴチはずっと面白いって言ってあげましたけど、ちょっとこの最終回のこうなんか全てを予想を超えてきたこの終わり方、脚本面に関してもちろんそうだし、キャラの魅力に関してもそうだし、もちろんクオリティ毎日探しはボンさんずっと上がったりしていて、本当もう僕なら文句なしというか、もう見てる人は文句なしだろうっていう、ものすごい、もうどういう終わり方になるかも誰も予想できなかった中で、もう見事すぎるね、完結見せてくれたなと思います。続編も大いに楽しみにしたいと思いますが、1位分層させてきました。本当泣いたし叫んだ、最高でした。はい、という感じで、今回の今期2023年夏アニメ11から12のおすすめなトップニューネタバレの紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。というところでね、いやー本当に売れなかったっすね。先週間もね、もう最終回ラッシュもあってね、もうすごいロスに追われながら、まあでもね、まだ今期もね、作品まで結構残ってますんでね、そこも楽しみにしながらというところで、まあ、トップ20圏外ね、作品に関してはまたメンバー限定で動画を上げさせていただきますし、来週ね、ラストで、今期1回、週間ランキングやらせていただきますね。まあ多分それトップ10ぐらいで、ランキング外はメンバー限定みたいな感じで上げさせていただくから、そちらもね、お楽しみにお待ちいただけたら、幸いですね。まあ、今回のランキングする感想、ご意見、皆さんの1位だと思った先になんかまたコメントお待ちしてますというところね。まあ、今期残すとこ、まあ、週間ランキングもありますし、まあ、最終的にいろいろまた、まだ上げていきますしね。まあ、来期ランキングとか、また来期動画とかどんどん上げていきますね。まあ、ぜひこれ、チャンネル登録、高評価も、すみません、嬉しいですというところで。いやー、ほんとね、もう、今期最後の最後で、まじ、超盛り上がってます。もう、最高でしたね。最高の連発というところで。まあ、本当の最終週、今週もね、ここから楽しんでいきたいなと思います。また、動画の方もよろしくお願いします。はい。ではね、今回の動画は以上としています。大変長い動画になりましたね。ご視聴最後までありがとうございました。